is a symbol. Yes. 菊の紋章を発見しました。菊の紋章を発見しました。12時50分、金箔に覆われた菊の紋章を今発見しました。これが戦艦大和の艦首です。北緯30度43分、東経128度04分。350メートルの深海にそれは静かに横たわっていた。全長263メートル、排水量6万5千トン。世界最強と謳われた鉄の要塞は、その身を2つに分断し、巨大な海の墓標と化していた。戦艦大和、3年4ヶ月という短い生涯にもかかわらず、20世紀日本の栄光と挫折のすべてを象徴し、今も人々の心に生き続ける不沈艦伝説。その巨体は暗い海の底から一体何を語りかけてくるのであろうか。沖縄まで片道燃料で出撃せよ。太平洋戦争末期、大和は一億総特攻の先駆けとしてただ突撃し、死んでゆくためだけの最後の戦いへと赴く。1945年4月7日、最強の戦艦のあまりにも悲劇的な最後、この時3000もの兵士が大和と運命を共にし、救出されたのはわずか276名。戦死者の大半は20代以下の若者であったという。あれから54年、我々を待ち受けていたのは東シナ海のあまりにも過酷な大自然の営み。30分ほど前から一挙に海が荒れてきました。こうした中、今世紀最後のビッグプロジェクトが今行われようとしていた。海底に沈んだ大和の姿を克明に記録する。このプロジェクトに参加するのは、あのタイタニック号を水深3800メートルの深海から現代によみがえらせたフランスの深海探査チーム。その最新鋭のテクノロジーで、大和もまた半世紀もの時を超え現代に浮かび上がらせようというのである。さらに我々は大和最大の謎に挑む。大和はどのように沈んでいったのか、その最後の瞬間とは。さまざまな物体が出始めました。だんだんと破壊されたものが見えてきます。光さえ届かない漆黒の闇の中に、戦争そのものを凍結したかのように散乱するさまざまな種類の銃や砲弾。さらにそこには物言わぬ悲しみの兵士たちの日常そのものも眠っていた。かつて日本海軍のシンボルといわれ、近代国家日本の持てる技術の全てを投入しつつも儚く散ったその生涯。20世紀の悲劇のモニュメント、戦艦大和。大和は訴える。あの日この場所で一体何が起こったのか。時代は間もなく21世紀を迎えようとしております。テレビの使命といたしまして、20世紀最後の一大プロジェクトが刊行されました。遥か東シナ海の海底に眠る戦艦大和の探索でございます。こんばんは、徳光です。皆さん、戦艦大和と言いますとどういったようなイメージを思い浮かべられることでありましょうか。とにかく戦後生まれの人口が7割を占めるという昨今でございますので、大和の名前すらご存じないという方も大勢いらっしゃるのではないかと思います。で、私のことですが、実は私は昭和16年生まれです。くしくも大和と同じ年に生を受けたことになります。戦争当時はもちろんその大和につきましてはほとんど知りませんでしたが、その物語を聞くにつれまして、同じ年の同級生といたしましてですね、大和への思いは高まってまいりました。戦艦大和の探索を通しまして、大和の持つ悲劇、謎、そして勇気、全貌をお伝えしていきたいと思います。竹下さんは、はい、今の映像、オープニングの映像をご覧になりまして、改めてどういう思いでございますか。海の底に眠っていたあの大和っていうのが、まるでこう別の時間を今もまだ生きていて、
眠ってるような感じがしましたね。あ、うん、菊池真理子さんはヤマトはご存知でした？宇宙戦艦ヤマトなら知ってるんですけれども、あの戦争っていうと長崎広島の原爆、うん、ああいうのは学校の小学校の時に本で読んで知ってるんですけど、うんうん、この戦艦ヤマトに関しては全然教えてもらってないですね。あ、そうですか。その宇宙戦艦ヤマトの作者でいらっしゃいます、松本零士さんでございますが、はい、あの宇宙戦艦ヤマトはですね、一つのそのメッセージを若い人たちに伝えているというふうに思うんでありますけども、事前にこのヤマトの運命というんですか、生、い立ちから最後までは詳細に知っておりましたので、笑って作れる作品じゃなかったんですよ、自分自身の中では。はい、か今こう、うん、あの家ですね、ヤマトの、はい、巨大なあの物言わぬ墓標と化した、これを見ますとね、あの胸迫る思いがします。はあ、はあ、立花さんはこのヤマトについてはどういったようなお考えをお持ちでございましょうか？あの僕にとってのヤマトっていうのはもうまさにこの本なんですよね。はい、昭和の平家物語、もう日本の国民文学だと思うんですね。うん、だから僕本当にね、あの今若い人たち本当に知らないわけですよ。この本読んで初めてあの先生がどういう戦争だったかのがね、割と最近いろんな戦争の議論の仕方があるけれども、本当の戦争の意味が分かりますね。あらゆる意味で分かります。あ、そうですか。はい、はい、太平洋戦争はヤマトに始まりヤマトに終わったという表現をされる方もいらっしゃるわけでございますけれども、それではですね、この東シナ海に眠ります戦艦ヤマト探索の航海、漕ぎ出したいと思います。夏も終わりを告げようとしていた8月16日、戦艦ヤマトの沈没現場を目指し鹿児島県の谷山港を出港したヤマトプロジェクト99探査チーム、現場海域到着まではおよそ18時間。今回の調査に使われる船はオーシャンボイジャー号というフランス船籍の探査船、総トン数1540トン、長さ60メートルのこの船には2隻の潜水艇も搭載されている。この最新鋭の調査機器を使った今世紀最後の挑戦が今始まろうとしている。そしてそのオペレーションを行うのがフランスの深海調査チームアクアプラスのメンバー。生存者の方々の経験はもちろんですが、ヤマトに関する出来事の全てが今世紀における重要な歴史の1ページなのです。彼らはこのオーシャンボイジャー号を駆使してあのタイタニック号を潜水調査、3800メートルの深海に眠るその姿を克明に記録し、さまざまな遺留品の引き上げにも成功した。全世界を感動させたタイタニック号探査チームの次なる目標が戦艦ヤマトなのだ。そのハイテク技術はタイタニック号同様戦艦ヤマトの姿を映し出すことができるのだろうか。今回ヤマトに潜るのはタイタニック号の調査でも活躍した2隻の潜水艇ジュールスとジム号。視界360度、アクリルドーム型の最新鋭の潜水艇は水深1000メートルまでの潜水が可能である。船体には遺留品を引き上げるためのロボットアームや耐圧式の特殊照明も装備されている。またタイタニック号探査チームのチーフジョージ・タリック氏も今回のプロジェクトのオペレーションのためアメリカから駆けつけた。今世紀最後のヤマトの海底探索、総勢50人のスタッフの中にある3人の姿があった。ヤマトの設計技師西畑作太郎さん、あの沈没で兄を失った島垣宗吉さん、彼は自分自身も沖縄出撃前までヤマトに乗艦していた。橋本雅美さんは沖縄特攻に出撃、あの悲劇の現場から奇跡の生還を遂げた一人である。ヤマトゆかりの彼らと共に私たちは一路その沈没地点を目指した。しかしまだ見ぬ東シナ海の海で待ち受けている試練など、この時誰が予想できただろうか。ヤマトの沈没地点はこれまでの調査でその位置がほぼ確定されていた。1945年4月6日、呉の港を出港し
一路決戦の地沖縄を目指した戦艦大和。防衛研究所にある戦艦大和の戦闘記録、沖縄突入作戦行動図にもその沈没位置が記載されている。一方、米軍側の攻撃記録にも刻一刻と移り変わる大和沈没当日の攻撃位置が報告されている。こういった情報を総合して割り出された沈没位置は、北緯30度43分、東経128度04分、そしてまさにその海域にオーシャンボイジャー号は達した。大荒れの東シナ海、本当にこの海底深く伝説の巨大戦艦ヤマトが眠っているのだろうか。時刻は8月17日午前7時50分。 99% ヤマトに間違いないね。探査船の音響測探知機が海底に眠る大きな物体を映し出した。本当にこの影はヤマトなのか。その答えを求めていよいよ深海350メートルへと旅立つ時が来た。元乗組員、設計技師、それぞれの思いを胸に潜水艇を見送るヤマト関係者。一体伝説の巨大戦艦はどのような姿で海底に眠っているのだろうか。着水しました。私が乗り込んだ潜水艇ジムは午前11時22分に着水しました。オーシャンボイジャー号から発進した潜水艇ジムは光に満ちたまばゆいばかりの海面をゆっくりと進み出した。深海で眠るであろうヤマトを目指して、潜航を開始しました。潜水艇ジムが潜航を開始しました。わー、暗くなってきた。水深50メーターを超えたぐらいから、暗くなってきました。海の色が完全に変わってきました。100メートルを7分のペースで海底へと降りていくジム。潜水艇の動きは1本のジョイスティックでコントロールでき、水深、気圧、空気調節などはコンピューターによって制御されている。水深125メートルまで来ました。水深125メートルの世界はこんな具合です。外のカメラに切り替えてみましょう。ほとんど真っ暗な世界になりました。水深200メートルを超えると太陽の光は届かず、闇が全てを支配する。そして潜り始めてからおよそ30分。ああ、海底です、海底です。ジュールが先について待っててくれました。今水深335メートルの深海に着底しました。深海に横たわるヤマトの全貌を明らかにすべく海底調査が始まった。もう砲弾が見えます。無数の砲弾が落ちています。さまざまなものが散乱しています。沈黙の世界でヤマトは私たちにどのような姿を見せ、何を語りかけるのか。海底到着の連絡が入ってから1時間が経った。2隻の潜水艇からの報告は途絶えたままである。不沈艦と謳われた戦艦ヤマトは深い海の底でもその威厳を保っているのであろうか。すでに海底では船体らしき構造物を見つけていたが、それはあまりにも巨大でヤマトであるという確信が持てぬまま探索を続けていた。アンカーだ。これ怒りでしょう。Yeah. It's an anchor. Yeah. It's anchor. Main anchor. 潜水艇をはるかにしのぐ大きさのアンカー。この船がヤマトであるとすれば、すぐそばに菊の紋章があるはずだ。あ、This is a symbol. Yes, this is a symbol. Yes. 菊の紋章を発見しました。菊の紋章を発見しました。
当時日本海軍の戦艦には全て菊の紋章がついていた。しかしそのサイズはそれぞれ異なる。こちらジム渡辺です。菊の紋章の目の前にいます。そして、サイズを測りました。1メーター50センチ。1メートル越したらもう大和に間違いないです。この瞬間、日本海軍のシンボルであった大和が歴史の証人となる。もう一つ大和艦首部の大きな特徴が、丸く膨らんだこのバルバスバウである。艦首先端からの高さが20メートルというふうに聞いておりますが、下へ行けばバルバスバウということになります。ああ間違いありませんね。わずかにカーブが膨らんでいるのが分かると思います。ぐーっと大きく膨らんできています。これはバルバスバウです。球状艦首、波の抵抗を減らして艦のスピードアップさせるためのものと聞いています。菊の紋章から始まる大和の艦首の怒り甲板は、サビや付着生物に覆われているものの、54年前の姿そのままに残っていた。大和の甲板は途中から台湾ヒノキが敷き詰められた木製の甲板になっている。かつてはピカピカに磨かれていたこの甲板も海水を吸いめくれ上がっている。探索を進めるにつれ、大和の傷跡も明らかになってきた。船体中央より後ろについていたはずのマストが折れ、艦首部に乗っかっている。さらにそのマストのすぐそばには、ああ大きな穴だ、大きな穴がある。ビッグホール。いや、ビッグホール。直径が少なくとも7、8メートルよりは大きいです。もっと大きいかもしれません。少し中へ入っていっています。中に向かって少しすり鉢のようになっていて、1段、2段、3段円形のものが見えます。先端の菊の紋章からの距離を考えると、この穴は第一手法の位置に当たる。方針だけでもおよそ20メートル。そんな巨大なものが一体どこへ行ってしまったのか。何かめくれ上がったような部署が見えてきました。こっから先がありません。物体がなくなりました。大和の船体はここで突然途切れなくなっていた。激しい戦闘を思わせるちぎれた断面は、巨大な鉄の板が重なり廃墟に迷い込んだ錯覚に陥る。その先は延々と海底が続いていた。もうこの船が沈む時は日本が負ける時だというようなことはここに思っておったと思います。54年ぶりに姿を見せた戦艦大和は、菊の紋章から第一主砲塔の穴まで船体のおよそ3分の1でなくなっていた。残りの部分は一体どこに。海底の大和探索は次の段階を迎えた。渡辺さん、艦首の部分が見えてきた時にはどんなような思いでございました？はい、菊の紋章、それから船体の一部分、だん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 の少しずつ全貌が分かってくるに従って、
あそこに3000人近い方々がやっぱり沈んだんだっていうことの重みを感じるとですね、途中から非常に物悲しくなって、取材を終えて回収されて、オーシャンボイジャー号に戻った時にですね、やっぱりしばらく涙が止まりませんでした。同じ海なのに海面と海底でどうしてこんなに世界が違うんだろうっていうことがすごく心に残りましたですね。そうでしょうね、おそらくね。あ、これほど大きなものだったんだっていうのが、渡辺さんのお乗りになったその潜水艇とこう比較することで伝わってきますよね。そのことの重みとして改めてこちらの側に迫ってくるものがありますね。この船に乗ってて、おそらく生きて帰るということをほとんどなんて言うんでしょう、その考えられなかった立場で出撃していった、この艦の乗組員の皆さんの運命ということがこう答えましてね、歯を食いしばっても、正直言うと涙が出そうになります。さあ、それではですね、大和というのは一体どういう船であったのか、なぜこの世に生を受けたのか、その背景を探ってみます。全てはここから始まった。戦艦大和の母港、広島県呉市、その港を望む高台に並ぶ巡洋艦や駆逐艦の慰霊碑、中でもひときわ存在感のある大きな石碑、悲劇の軍艦戦艦大和の慰霊碑である。かつて日本を代表する軍艦が次々と建造された呉海軍工廠、戦時中ここで働いていた人は10万人に上ったという。世界三大海軍の一つに数えられた日本海軍、ここで当時の造船技術の粋を集めて作られた最高傑作、それが戦艦大和であった。世界最大の戦艦大和はここ呉の工廠で生まれました。今も壁に残る無数の機銃掃射の跡が厳しい歴史を物語っています。大和が建造された当時東洋一のドックは6年前に埋め立てられた。今では極秘に進められた大和建造を外から見られないようにするために作られた大屋根のみが当時を物語っている。軍の最高機密としてその図面はおろか、関連資料がほとんど残っていない戦艦大和、この大屋根の内側にはどのような秘密が隠されていたのか、沈没から54年、大和の建造技術者が今明かすその真相とは。1941年12月、太平洋戦争勃発と時を同じくして史上例を見ない巨大戦艦大和は生まれた。全長263メートル、基準排水量65000トン、その大きさは都庁と比べてもご覧の通り。長さおよそ20メートルの砲身を持つ世界最大の46センチ砲の射程距離は40キロを超え、砲弾は富士山の2倍の高さにまで達したという。向こうの B24 が20分ぐらい30機来ました。その次に初弾で撃っていっぺんに4機落としました。また高知県宿毛沖で行われた全力走行テストでは、こうした巨艦としては驚異的なスピードを記録した。建造中に乗艦し、竣工から沈没までを大和と共にした三笠さんは、その時のことを今でも鮮明に覚えている。あの時にね、みんなスピードがただいま話す本艦速力なんぼって言いよりはしてたからね。でね、一番最後にさ、本艦そのギリギリになった時に振動が出た時にね、本艦速力29.3ノットって言ったんですよね。そのスピードの裏側には、現在の造船技術にも伝承されている当時最先端のテクノロジーが採用されていたのだった。球形船首、マールク、バルバス板と、こういう船形を世界で初めて採用したのが軍艦大和なんですよ。この採用することによって速力が 7% 増加することができたと。建造費用1億4000万円、現在の価値に換算しておよそ2000億円もの巨額を投じて作られた鉄の要塞戦艦大和。しかしその建造資料は日本の国家機密として、終戦後ほとんどが処分されてしまった。終戦直後にね、要するに
文国碑、極碑、碑図というのはね、皆焼却しろという命令があったんですね。それで設計図のほとんどは焼却されたわけです。その貴重な資料の一つがアメリカの国立公文書館に保管されている大和完成時の各パーツの重量予想表。大和はその主砲塔だけでも2500トン、優に大型駆逐艦1隻分に匹敵する重量を持っていた。そして寄港から4年3ヶ月、日本海軍の象徴として世界最大の戦艦大和は誕生。あとは戦地に赴く日を待つのみだった。しかし竣工したのと日本軍の真珠湾攻撃がほとんど同時であったと、つまり戦艦主力の時代から飛行機主力の時代に移り変わる瞬間に生まれてきた。そういった意味でその時代の流れからややずれていた。大型艦の極致として生まれた大和の目的は敵戦艦に挑み海上決戦をすることにあった。ところが戦いの主力はすでに空母による航空戦の時代を迎えていた。皮肉にもその時代の到来を告げたのは空からの攻撃で大勝利を遂げた日本の真珠湾奇襲だったのだ。そして1945年4月日本の敗戦が濃厚となる中、沖縄攻撃を開始したアメリカ軍に対し日本軍は一翼総特攻を決定。大和もまたその先駆けとして死を覚悟の戦いへと赴くのである。また巨大な構造物が見えてきました。何が一体どうなっているのか全くわからなく、複雑に破壊された跡が見えます。ああ、これはシャフトです。シャフトとそしてラダー、スクリューです。スクリューです。スクリューを発見しました。最高速度27ノットで走った戦艦大和のスクリューは本当に大きいです。二度と帰らぬ決心のもと出港した呉の港。15万馬力の動力でうなりを上げて回転した直径5メートルのスクリューは合計4機。今ではその一つは脱落し、3つのスクリューが裏返しになった船体についたままになっていた。これがメインラダーかもしれません。大きな火事のような気がします。そして少しライトパーン、ライトパーン、おそらくこれでしょう。本当に大きいですね。何か一枚の大きな岩のように見えます。これはラダーのはずです。スクリューの横には高さ10メートルもあろうかという火事も確認することができた。海面へと向けてまっすぐに立つその姿、しかし船の進行方向を決めるこの火事も沈没直前には全く効かず、最後は自然の力に任せて進むしかなかったという。その詳細が照らし出されるにつれ、船体に残る生々しい傷跡が私たちの目に飛び込んでくる。これは海底ではありません。これは言っておきますが海底ではありません。これは大和です。大和の船底です。船底を表に向けてひっくり返って沈んでいるわけです。物言わぬ沈黙の戦艦の上に何かこう貝殻のようなものが無数におびただしくついていますが、それが何か一つ一つお墓のようにも見えます。艦尾から70メートルほど行ったところにぽっかり開いた
近の海域に発生した熱帯低気圧の影響で海上は大荒れ。これ以上調査を続けると潜水艇を探査船へ回収することができなくなってしまう。船上のスタッフからもさっきまでの笑顔が消えた。天候は刻一刻と悪化してきている。緊迫した状況だ。一足先に潜水から戻っていた渡辺も心配そうにこの状況を見守っている。先ほどからですね、30分ほど前から一挙に海が荒れてきました。海というのは本当に天候と状態が変わりやすいです。高波が出て、あそこにブイが見えると思うんですが、あのポイントに上がってくる予定なんですが、海面の状態が変わっているのでちょっと緊張した状態が続いています。無事に上がってこれればいいんですが。緊急回収を決定してから1時間、ようやく探査船のすぐ近くまで潜水艇が戻ってきた。わずかな時間で急変する海の天候、残された潜水調査でヤマト特有の構造物を発見することができるのか。やっと上がってきました。艦の中央部にそびえ立っていた艦橋部や大和のシンボルであった46センチ砲などは未だ発見されていない。重さ数千トン、長さ数十メートルはあろうかというこれらの巨大構造物は一体どこに眠っているのか。という一方で、次第にその大和の海底での状況が分かってきたわけでございますけれども、あの時期の8月の時期の東シナ海というのは台風のあれですね、通過路ですよね。そうですね、特に今年はあの、発生した台風が全部あの東シナ海のあの海域を通ったんですよね。もうほんの一瞬で海の状態が変わってしまうんですね、ですからひょっとしたらあの、そのまま海底にもう何日間も海が収まるまで残んなきゃいけないというような事態もあったりしましてね、あ、そうですか、まあ、奇跡的にといいますか、本当にあの、運よくかなりあの危険を冒して潜水艇を回収したということですね。改めてあれでしょう、50半世紀前にこういった技術っていうことは舞子ちゃんとしても驚くでしょう。これだけのお金が日本にあったんですね。そうだよね、まあ、今でいうとこれ2000億ぐらいになるんでしょうかね、おそらくね。もうちょっといくんじゃないですか。もっといきますか。確か5000億近いという評価を読んだことがありますけど。ああ、そうですか。それで今の5000億っていうと何ができると思いますか。スペースシャトルが一隻できる。そうか。はあ、そうですか。だから宇宙戦艦ヤマトが本当にできちゃうっていうかね。そうですね。そういう金額なんですよね。先ほどあの技術の部分でその、あのバルバスバウですか、あの球場監視っていう部分は、これはあれだったの、当時やっぱり最先端を行ったんじゃないですかね。そうですね、そうですね。だからその後、応用されてますよね、あの巨大タンクは全部これついてます、ね、戦後の造船の中で、あのその部分は蘇ったわけですよね、あの技術的な成果としてその経験から、あの蘇った。だから日本の造船業が世界を席巻するほどに、あの再建が比較的早かったのは、まあ文字通り技術的だけにあのこだわっていえばこれの遺産ですよね。実はあの戦艦大和につきましての資料はですね、もう現在残っているものはもうほとんどないと言っても、過言ではないと思います。しかしまあ今回のプロジェクトではですね、その数々の貴重な資料、こちらの方も発掘も行われたわけでございます。まあ、それらをご紹介しながら、戦艦大和の運命をたどっていきたいと思います。東京品川区。太平洋戦争当時、いわゆる国策映画のほとんどを手掛けていたここ日本映画新社のフィルム倉庫には、今もなおおびただしい数の戦争記録フィルムが整理検証されないまま残されている。その中に一本の貴重なフィルムがあった。海上に浮かぶ2隻の巨大な戦艦、この中の1隻こそ今まで映像は存在しないと言われてきた巨大戦艦ヤマトのありし日の姿ではないかというのである。基本的には一番秘密度の高い船であったということですね。ただ撮影はほとんど公式にはあの禁止されてましたし、おそらくトラック島あたりにですね、昭和17、8年頃2隻ずっとおりましたから、その頃に撮影されたということであれば、まあ、あの可能性はありますね。秘密のベールに包まれ、
今なお多くの謎を残す幻の戦艦ヤマト。不沈艦、鉄の要塞と言われながら、わずか3年4ヶ月で海底へと消えた儚くも悲運なその生涯とは。総工費1億4000万円、4年3ヶ月もの歳月をかけ、1941年ついに完成したヤマトは、翌1942年2月連合艦隊の旗艦となり、時の司令長官山本五十六が上官、陣頭指揮に当たった。どことなく癒やす感じはなしに、まあこの人だったら一緒に死んでみるのってな、なんとなくそういう感じがするんですね。大きくないから威風堂々じゃないような気がするんだけどね、ちょっと寄りつけんですね。ヤマト最初の出撃はそれから3ヶ月後のミッドウェー攻略作戦であった。主力部隊の中核として山本五十六自らが率いた初陣ではあったが、航空攻撃が主であり、ヤマトのような巨大戦艦の出番はなかった。その結果、これまで連戦連勝を重ねていた日本軍は多くの空母を失い、大敗北を喫する。その後ヤマトは南方戦線最大の拠点であるトラック島に進出するが、出撃の機会を逸したまま延べ13ヶ月も居座り続ける。火業やめ、総員スコールは味方用意、天幕張れって天幕を張ってから、それ持って水受けるわけで、天幕の裾を引っ張っちゃ雨水を取っては洗濯して、しまいにふんどし一つになるわけです。しかしヤマトが修理のため呉へと出航した直後、トラック島はアメリカ軍機450機の大空襲を受けて全滅する。ヤマトにとってはまさに青天の霹靂。開戦から3年、日本軍はこうして次々と南方の拠点を失い、劣勢に立たされていった。ヤマトがその短い生涯の3分の1を過ごしたこの島には、今も戦争の傷跡が生々しく残っている。戦の残骸、もしあの時ヤマトがここにあったなら、こうした悲劇は起こらなかったのかもしれない。その後1944年6月アメリカ軍がサイパン島を空襲、救援に向かったヤマトはこの時初めて世界最大の46センチ主砲弾27発を発射する。主砲を撃つときにはもう総員や上官番等にいるものは全部艦内に入るわけですがね、撃った瞬間一瞬グッと船が止まったような感じですね。それとあの艦内どっからとはなしにブワッというような爆風が中に入ってくるわけですよね。しかしほとんど戦果を得られぬまま、日本軍の航空兵力はほぼ壊滅状態となってしまう。さらにアメリカ軍は日本最後の拠点フィリピンに上陸を開始、これに対し日本軍に残されたのは絶望的な特攻攻撃のみだった。こうした中、ヤマトに下った命令はレイテ島のアメリカ軍上陸地点に突入し心中せよという屈辱的な作戦。ヤマト武蔵の二大戦艦を要して突撃した連合艦隊だったが、結果は無残であった。生き残った人たちでもみんなが聞いてみればね、大和はここで沈まなきゃ嘘だったちんですよね。私もそう思ったですね。ここだったら死んでもいいや思ったですよね。この時アメリカ軍は大和と同型の巨大戦艦武蔵に攻撃を集中。5回にわたる波状攻撃の末、姉妹艦武蔵は乗組員1178名の運命とともに渋谷海深く消えていった。しかし翌朝、ヤマトはサマール島沖でアメリカ軍空母部隊と偶然に遭遇、夢にまで見た敵艦砲撃の時を迎える。その時の模様を
軍艦大和戦闘商法は次のように伝えている。敵空母らしきマスト7本見る。主砲水上射撃開始。太平洋上でね、アメリカの戦艦と打ち合いして4万4、5000メートルで戦艦を撃ちたいと、お互いにね大きい気持ちが常に持っておりました。そのおよそ10分間にわたる海戦が最初で最後の至福の時であった。その後大和は信じがたい行動に出る。第一遊撃部隊は零で突入をやめ北上し、敵機動部隊を求む。大和艦隊謎の U ターンであった。私らも進めたかったです。あそこまで行ったら突入するのがもう反転したのおかしいと思いますが、進路変わったらおかしい。敵主力艦隊との決戦を夢見たのか、真相は謎のままであるが、なんと零で特攻を自ら放棄、フィリピン奪回唯一無二のチャンスを逸してしまうのであった。結局この日米最後の大海戦で、日本は武蔵をはじめとする多くの艦艇を一挙に失い、連合艦隊はここに事実上壊滅する。一人巨大戦艦大和のみを残して、第一艦隊司令長官宇垣まとめは言う。今日は武蔵の悲運あるも、明日は大和の番なりと。1945年春、日本の敗戦が決定的な状況の中で、華々しい戦果を上げることなく一人生き残った大和は、ついに生還望むべくもない最後の戦いへと赴く。4月に入ってついに沖縄本島への攻撃を開始したアメリカ軍に対し、日本軍は陸海軍の全機特攻を決定。飛行可能な戦闘機や練習機も含め全てが体当たり攻撃。それは正規の作戦を全く放棄したものだった。それに先立ち、大和乗組員に上陸許可が下りる。故郷へ帰り最後の別れをするためである。母さん、17年間の間お世話になりましてありがとうございました。今度は帰って来られないと思います。どうか私の分までお元気で長生きしてください。そこで初めてです、親に対してかかとをカチッとバッと敬礼やったんですよね。そして4月5日最後の命令が下る。海上特攻隊として沖縄の敵迫地に突入せよ。燃料については片道分の2000トン以内とせられたし、猛反発する第二艦隊伊藤司令長官に対し日下参謀長はこう口にする。要するに死んでもらいたいのだ。本艦は4月6日一号を丸々出航、沖縄に向かって出撃することになった。生還することは考えず、一億総特攻の先駆けとしてただ突撃し死んでいくこと、それが最後に大和に期待されたことの全てであった。その話を聞いた時に兵隊の顔が真っ青になったんです。変わったんです。若干しますとね、その兵隊の顔がね真っ赤になった。よしやってやるぞ、やるんだと。山口県徳山沖、午後6時、倉庫に蓄えられていた酒や菓子など全てが解放され、全乗組員によって宴が催された。まさに最後の晩餐である。飲みながらでも、ね、これがお世話になるかと思って飲んでおりますからね。普通の時のねような状況には絶対になりませんでしたね。一つも読みませんでした。明けて4月6日、出撃の日来たる。先立ちて散る不幸の我、今母が悲しみを慰むる道ありや。
伊藤司令長官から15歳の少年兵まで3000人もの運命が乗り合わせた死での旅路であった。半ば羨ましい、半ば俺が行かなきゃ誰が行くならっていう気持ちと、日を同じくして669機の陸海軍機が特攻隊として南九州より発進。大和の真の任務は敵の攻撃を巨大な我が身に集中させ、こうした特攻を行いやすくするためとも言われている。ただ火だるまとなり海の藻屑と消え去るためだけの出陣。しかしここワシントンに一通の機密文書が残されていた。暗号コードはウルトラ。なんとヤマトの沖縄特攻は全てアメリカ軍に傍受され解読されていたのである。1945年4月6日夜、護衛艦9隻とともに豊後水道を通り沖縄へ。それは敵潜水艦に最初から探知されていた虚しい特攻作戦であった。飯がオールカワなんかに電弾が敵の飛行機を探知した約4時機とか5時機とか、その次に80機、それから100機、その次に言うたのが大変態だったんです。4月7日午後0時32分わずかに生き残った護衛艦を従えただけで一機の戦闘機をも持たない丸腰の大和にアメリカ軍機延べ1000機が津波のように襲いかかった。悲劇的な最後の戦いが今始まった。これまで行ってきた海底探索で機銃や降格砲を数多く確認することができた。海底を移動するたび必ず目に飛び込んでくるのが散乱した空の薬莢。その数は数えきれないほどである。大和が沖縄特攻の命令を受けた頃には艦隊決戦の時代は完全に終わっていた。航空兵力が勝敗の鍵を握ることがより明確になっていたのだ。そのため大和は4機あった副砲のうち2機を外し、数回にわたり対空射撃用の機銃を増設している。大和完成当初8機だった25ミリ機銃は50機ほどに増やされていたが、艦隊決戦を目的に作られた大和は空からの攻撃に対してなすすべもなかった。3本の銃身が残っている機銃ですね。かなり付着物がついて腐食している感じがします。かろうじて原型をとどめているような気がしますが、3連装になっているのは25ミリ機銃だと思います。水深346メートルのところにポツンとシールドのない三連装機銃が横たわっています。多くの25ミリ機銃にはシールドカバーがかぶせてあった。これは主砲が発射された時に起こる爆風から射撃手を守るためにつけられていた。このシールドだけで重さはおよそ2トン、直径は4メートル近い。この25ミリ機銃はシールドから出ている銃身の先がなくなっている。これがですね、12.7 センチ広角砲のシールドだと思われます。非常に鮮明にまだ形が残っています。シールドの中にあったはずの広角砲は見当たらなかった。今回の探索に同行していただいた柴垣さんは沖縄特攻で実の兄を亡くしている。ご自身も元大和の乗組員で配置は副砲であった。身近な問題だというと副砲がどうなっとるかなということが第一番ですけれど、今我々の目の前にこう出てきた大きなこの塊なんですが、これはどうやら 15.5 センチの三連装の複砲です。ひっくり返って抜け落ちているようです。砲身部分、
3つ並んでいるのがお分かりになるかと思います。ご覧いただいている方針部分、これだけで 6.5 メートルはあると言われています。回収された潜水艇からすぐに VTR を受け取り、早速柴垣さんに見てもらった。感無量です、本当に。言葉にはうまいこと表現できませんね。その後の探索で2つ目の副砲も見つかった。こちらも裏返り船体部とは離れていた。砲身は爆発で飛ばされたのか海底に埋まっているのか確認することはできなかった。再び海底の潜水艇から新たな構造物発見の連絡が入った。監視部に大きく開いた第一主砲塔の穴をはじめ、折り重なり合う主砲弾など主砲の痕跡は見つかっている。しかし主砲そのものが発見できない。2メートル近い弾を打ち出す巨大な構造物が一体どこへ行くというのだろうか。こちら、水野です。聞こえますか？どうぞ。オーシャンボイジャー渡辺です。どうぞ。ただいま目の前に大きな構造物が、見えてきました。主砲塔ではないでしょうか。どんな状態になっているのかを詳しくリポートしてください。どうぞ。上下に、ひっくり返っているのではないでしょうか。逆さまになった状態ではないでしょうか。主砲塔は6階建ての構造になっており、その高さはおよそ20メートル。発見された主砲塔は完全に逆立ちした形で、普段は見えない甲板の下、船体の中に入っている部分である。主砲弾が見えるこの層は3階部分にあたり弾薬庫につながっていた。砲身は見て取ることができなかった。ヤマトには3つの主砲が搭載されていた。ブリッジより前方に第1、第2主砲、後方にもう一つの第3主砲があった。今回発見された主砲塔は管備部のスクリューのそばにあったことから第3主砲塔と思われる。続いて第1、第2主砲塔が相次いで見つかった。第1主砲塔は監視部から70メートル離れたところで、第3主砲塔同様逆さまにひっくり返っていた。こちらは痛みも少なく、距離を計測するための測距仪が残っている。これは甲板上に出ている部分である。第二主砲塔は監視部の切断面の脇で見つかり、横倒しになっている。損傷も激しく、大きな力が加わったようだ。いずれも方針は確認できなかったが、これで3つの主砲塔全てが揃ったことになる。いまだ発見できないのは艦橋、ブリッジ部分のみである。今後の探索はブリッジ探しに全力を尽くすこととなった。ヤマトの主砲はまさにこの軍艦のスケールを示すかのようにですね、非常に巨大なものでございました。でこれがその砲身部分の模型でございます。これは全部持ってますと全長21メートルですから、とてもスタジオには入らないという、うん、でこれが要するに砲身の内径というところですね。弾が通り抜けるところになります。それだけでも46センチある。そうですね、弾なんていうよりももう一つの大きな、もうそれこそロケットぐらいの感じがしますね。小さですよね、本当ですよね。こんなに大きなものが出てきて、これだけのところから、ね、ここからそうですよね、発射されたわけですから、で今武志さんがおっしゃった、砲弾がこちらですよね。やっぱり大きい、これ2メートルぐらいですかね、大体ね。重さが 1.5 トンということなんでありますけれども、どのくらい飛ぶと思う、まいこちゃん。これ 1.5 トンですよね。 1.5 トンをここに詰めて21メーターで 2,3 キロ、2,3 キロだよね、普通そう思うよね。実はこれあれですかね、
40キロ以上40キロって言われてますね。ということは東京の都心から大体まあ大船ぐらいですかね、西へ行きますと。さてまあこのようには世界最大のスケールを誇ったヤマトもですね、やがては海底深く眠ることになります。ヤマト最後の時に迫ります。第二艦隊司令長官、参謀長、艦長らが指揮を執ったブリッジ、全ての作戦命令はここから出されていた。このブリッジの装備はいくつか見つかったが、その発見場所はバラバラであった。そのためブリッジ部分の場所はおおよその見当すら立たない状況に陥っていた。ヤマトの頭脳であるブリッジはどこに行ってしまったのか。すでに発見された特定不明の構造物を再確認し、さらに探索範囲を広げブリッジ探しに集中した。そしてそれは意外なところで見つかった。ビッグピースです。もしこれが私たちが探し求めていた環境部分だとすれば、まさにこれで戦艦ヤマトの大きなブロックの全てが確認されたことになるわけです。発見されたのはブリッジの最上部である。主砲を発射するための指揮所から作戦室に至るまでのヤマトの中枢部分であった。それは艦首の下敷きになり押しつぶされていた。かすかに見え隠れしている窓が第一艦橋。ここで第二艦隊および戦艦ヤマトの全ての指揮が取られていた。1945年4月7日、ここで伊藤司令長官をはじめとする士官たちは何を思い戦況を見つめていたのであろうか。そして運命の日、午後0時32分、敵機の第1波およそ150機が来襲。しかしこちらには1機の護衛の飛行機もない。ヤマトは懸命に回避行動を取りながら応戦するも、最初の攻撃で2発の爆弾と魚雷1本を受けてしまう。第1波で苦になったのは、第一撃で後部の私の方の式場のねものが全滅しましたしね。それが海溝まで近くまで弾が入って、爆弾が入ってきましたもんで、火災を起こしましたもんで、それがちょっと心配でしたね。その煙がいつまでも消えなかったんですわ。ヤマトは主砲を構えるも低い雲に邪魔され敵機の姿が見えない。ヤマトはその巨体も世界最大の主砲も生かすことができなかった。あまりにも絶望的な戦いの幕開け。その時の状況をヤマト沈没最後の攻撃機となった空母ヨークタウン飛行隊の電信兵は今でも鮮明に覚えている。私たちは低い雲が立ち込める中、レーダーを頼りにヤマトに接近しました。しかしヤマトを発見するのは難しくはありませんでした。レーダーに映し出されたその影はとてつもなく巨大で、他の船とは比べ物になりませんでしたから。空母ヨークタウンの攻撃記録にはその状況が克明に記されていた。4月7日低い雲、この日雲までの高さはわずか1000メートルしかなかったという。空母ヨークタウンの飛行隊エアグループ9、波状攻撃最後の第4波、ヤマトに知名弾を与えたのがこの飛行隊の6機の雷撃機だったと言われている。そして彼が最後の攻撃を指示したグループ9の指揮官。初めの攻撃目標はヤマトではなかったのです。第一目標が早く沈んだので途中で変更しました。当初グループ9の攻撃目標はヤマトの護衛艦矢作だった。しかしその矢作が予想以上に早く沈没したため、急遽ヤマトに攻撃目標を変更したのだった。彼の決断がなければヤマトの沈没はなかったのかもしれない。そして午後1時20分、第二次波状攻撃の開始。戦艦ヤマトは左舷に魚雷5発を受け、被害はさらに広がっていく。なすすべもなく倒れていく兵士たち。
戦闘が厳しいなって、もう本当にあの軍医さんが片手とかいろんなものを落ちとるやつはペッペッと掛かってみるやつ見てもさほど怖いとも感じなかったし、こんなものかなというだけで、今だったら怖いです。悲鳴そして絶叫、響き渡るおびただしい負傷兵のうめき声、治療室の床は血の海と化していた。当時の戦闘記録は書き残す。14時2分、左舷中央部に爆弾3発命中。14時12分、左舷中央部及び後部に魚雷2本命中。大和に突き刺さった魚雷はこの戦闘商法に報告されているだけでも10本。大きな爆発とともに火柱が上がって、大和は腹を見せて沈没しました。その時ものすごい高さのキノコ雲が上がり、私はその光景を飛行機の翼についているカメラで撮影したのです。その時彼らが撮影した写真は今でも数少ない大和の貴重な資料となっている。今まさに死に絶えていかんとする戦艦大和、そしてついに本当その時に嘘じゃろう大和が沈むなと本当そう思いましたよ。だって婦人艦だという、今まさに死に絶えていかんとする戦艦大和。総員を最上艦隊に上げてください。そうか、長官に伝え、もはや戦艦に上がって臨み込みな、総員を最上艦隊、総員最上艦隊へ避難せよ。これが戦艦大和最後の命令だった。この命令を下した伊藤司令長官は付近海域にいた他の船に生存者の救助を求め長官室に姿を消した。そしてその扉はこの後二度と開かれることはなかった。もう終わりだなと、一応はどうのこうのも並んでも路線看板に上がれちゅうことは船の最後の時には必ずそういう命令が下ることになっとるらしいですから。沈没は時間の問題だった。しかしそれでもやむことのないアメリカ軍の攻撃。我々は大和の真上にまっすぐに突進していきました。その時何百という兵士が海へ飛び込んでいくのが見えました。大和はすでに最後の時を迎えていたのです。ガバーッと音を見せたら船がいっぺんにガバーッと傾いてました。あれたら砲塔が、柱が今出てきた砲塔の下側が海になってしまうと、そのままその時どっからともなくバンザーッと声が上がってきた。午後2時23分、ついに最後の瞬間がやってきた。左舷に大きく傾き、船底を露出した大和は大爆発とともに沈没。巨大なキノコ雲だけを残して海底へと消えていった。もうこれでダメだと思った瞬間ですね、分厚いその緑色の濃い色っていうことが非常に今も印象にありますけど、その海水の層を通してオレンジがかったグレンの炎がふわーっと走ったわけですよ。その爆発によって海中から海面まで吹き上がったんです。水中に引き込まれる途中の大和の大爆発で海上へと吹き上げられ、一命を取り留めた者も多かった。そんな兵士たちの目の前で大和は海底へと消えていった。私たちはいつも上官からこんなことを言われていました。戦争の行方、その勝敗は戦艦が握っていると。あの巨大な日本海軍が誇る大和が沈没していく姿を見て、私はこれでようやく戦争が終わったと思いました。大和は日本海軍の象徴、日本そのものだったのですから。
戦艦大和自身の戦闘記録は大半が白紙でわずか数ページの記載しかない。そこには死を覚悟で出撃した兵士たちの思いが綴られている。思いつき作戦は精鋭部隊をもみすみす都市せしむるに過ぎず、海上特攻隊の戦闘記録は敵機の工事遺憾など他の記録には見られない恨みの言葉で埋まっている。そして全てが終わった。大和から救出されたものわずか276名、3000もの命が東シナ海の冷たい海へと消えていった。54年の歳月を経て今我々の目の前にその全貌を明らかにした大和。海底のデータをもとに大和沈没の原因を探る。海底の大和の全貌を明らかにするため潜水艇のパイロットに計測したデータを持って集まってもらった。大和の沈没原因を探る作業は海底の正確な地図作りから始められた。25メートル、20から25メートル。艦首部と艦尾部の長さや構造物間の距離、方向は潜水艇のパノラマ超音波探知機を使って計測した。これらのデータをコンピューターにインプットする。さらにパイロットの情報をすり合わせ海底の大和の全貌が浮かび上がってきた。艦首部は菊の紋章を北西方向に向けおよそ右45度に傾斜し全長は90メートルほどある。第一主砲塔が抜けた大きな穴の後ろで突然切れている。艦尾部は船体が180度完全に裏返りスクリューが東を向き崩れた巨大な鉄板が重なり合っている部分を含めるとおよそ180メートル。途中右舷側におよそ30メートルの欠損部分があり艦首部との位置関係はこのようになる。艦首部と艦尾部の長さを合わせると大和の全長263メートルに相当する。海底に沈む大和は第一主砲塔の後ろで2つに分断されているが大きな欠落はない。さらにこの地図で第一、第二、第三の3つの主砲塔の位置を見てみる。3つの主砲塔はほぼ直線に並んでいた。判別不明のものを含め発見された全ての構造物を加える。これが今回の探査で把握できた大和沈没海底図である。ほぼ大和の全貌が見えてきた。ということでついに海底の大和の全貌が明らかになってまいりました。ここにこの模型があるんですが、ちょっと渡辺さんご説明いただけますか。はい、まずここが艦首の部分ですね。はいはい、でここに菊の紋章があって、バルバスバウというのはこの下になります。でこの長さがですね、ここに壊れているここまでが90メートルです。はあはあ、で大きな穴というのはこれでしてね、ここに潜水艇も真ん中に入っていったわけですが、おそらくここから抜けたものだろうというものが70メートル南のここに着底してるんですね。はあ、第一主砲ではなかろうかと。はあはあ、でこの主砲に関しては1つ、2つ、3つとほぼ直線にこう並んでるんですよ。うんうん、で今度はこちらちょっと見ていただきたいんです。これは艦尾の部分で、この長さが、プラスマイナスありますが、だいたい180メートル。ですから合わせると、はい、180とこっちの90を足すと、少し長いんですがほぼ大和の263という全長になるわけですね。なるほどね。でどうしても見つからなかった、最後の日まで見つからなかった環境部、ブリッジなんですが、ブリッジはですねこんなところにあったんです。この艦首の右下ですね。この状態というのは、もちろんその1945年4月7日のままということが言えると思います。そうですね。はい、ここまで の破壊を受けているというのは、想像を絶してたわけですよね。そうですね。
まあ、模型を前に皆さんいろいろこう疑問をお感じになっているようでございますけれども、その最大の謎と言われております、ヤマトはどうして沈んだのか、そこに迫ってみたいと思います。海底深く眠るヤマトの残骸、不沈艦とまで言われたこの船が一体どのように沈んでいったのか、これまでも多くの推測がなされてきた。記録には前後部砲塔誘爆沈没と記されている。果たしてこれは事実なのか、元乗組員はこう証言する。蒸気爆発するんですか、そういう可能性があるから。これは一体何を意味するのか、海底のヤマトは物語る。果たして断末魔のヤマトに一体何が起こったのだろうか。ミスター・ウィーカーとは2人の息子の自立のためにある決断をした。それは彼らのために蓄えたお金を自分たちで運用させること。いつしか2人は新聞のスポーツ面と同じぐらい真剣に経済面を読むようになった。今じゃ父親から相談を受けるほどだよと2人は笑った。あなたの資産管理に株式が。秘密裏に建造されたヤマトには様々な謎が見え隠れしている。中でも最も大きな謎とされているのが沈没の状況である。我々は海底のヤマトの映像を分析し、その状況を解明、再現を試みた。でもこれ沖縄特攻の戦闘商法には前後部砲塔誘爆沈没、すなわち爆発した後沈んだと書かれている。しかし海水がどん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 来て、ここでどうぞひっくり返って、私がここにおったんですからね、こう環境の防空指揮所からこの横におって、このままずっとして、この右舷のこれが山に見えながらこう沈んでるですからね。ということは、ヤマトの大爆発は海上であったわけじゃなくて、沈んでいく途中、水中で、これは間違いないです。それは間違いないです。さらに海底に沈むヤマトの3つの主砲塔はまるで測ったかのように一直線上に並んでいる。一機2500トンもの主砲塔が海流で動くとも考えられない。これは単なる偶然なのだろうか。この主砲はあるいはそのこけた様子に海の中に別に落ちたかもわからない。これボコッと抜けますからね、重力で釣ったらボコッと抜けるんですからね。ここまでを想定すると、左舷に多くの魚雷を受けたヤマトは左から浸水し、大きく傾きながら反転。その反動で全ての主砲塔が抜け落ち、一直線上に落下したと考えられる。では600メートルを超えるキノコ雲を残したという大爆発の原因は何だったのだろうか。海底に沈むヤマトの艦首部の切断箇所は第一主砲と第二主砲の間から真っ二つにちぎれており、その爆発の凄さを物語っている。2番砲の弾薬庫の方から温度が上昇中です、危険な状態ですという、今赤いランプが鳴ってここで、通話して、それまもなくまた3番砲からも同じように赤いランプが入って、ほで船が傾いていったわけですね。確かに切断されていた部分には主砲弾の弾薬庫があり、それらが第一、第二主砲、さらに第三主砲の順番で誘爆を起こしたと考えられる。さらに艦尾部に30メートルにもわたって開いていた欠損部分についてはどうか。艦尾から70メートルの地点に忽然と姿を現した大きな穴。記録によるとこの近辺に魚雷攻撃は受けていない。それでは一体何があったのだろうか。両方爆発した場合にこの12釜、ボイラーが12釜あって、その釜にいっぱい、重油を焚いて電速で上げるような状態を作っておったんですからね。これ沈んでいくということは膨大室に水かけるようなもんです。確かにこの辺りには内部からの爆発の跡を思わせるような
船体がめくれた部分が多く見受けられる。つまり最後の瞬間、ヤマトは海上で左に大きく傾き、その身を反転させて沈没。間もなく第一第二主砲の弾薬庫が誘爆を起こし、船体は2つに分断された。さらには第三主砲の弾薬庫が爆発。これらの部分から大量の海水が入り込んだことによってボイラー室が水蒸気爆発を起こし、ヤマトの巨体は350メートルの海底へ沈んでいったと思われる。これだけのものが爆発を起こしながら繰り返しながら沈んでいくわけですから、この海底の衝撃っていうのもものすごかったと思うし、この沈んでいく時のスピードっていうのもかなりの速さがあったんではないかなっていうことを感じる。というのはその中にいらした方たちっていうのはその時どういう状態だったんだろうって、あまりの凄まじさでね、なかなかその想像を絶する、それはあの光景だったと思いますけれども、先ほど の吉田満さんの記述の中でね、最後生き残った人たちに、あの最後どこでその海面に出て浮かび上がったかということをね、あの辺のこうマップ上にみんなにこう印をさせるわけですね。でそうすると、実はあの煙突があった周囲はスポーって誰もいないんです。そこからある一定距離にいた、あの半径ある程度の範囲の人は全部吸い込まれちゃったと。で自分はたまたまその半径のちょっと外側にいたから助かったけれども、それがあれなんでしょうね、本当に運命の現実なんでありましょうけどもね、実際3004名の方がですね、ヤマトと運命を共にされたわけでございますけれども、あの今回の探索ではその方々を偲ぶ、遺留品も引き上げられました。沈没時大爆発とともに大きく裂けた船体から散乱した遺留品の数々は54年の歳月を経てあの惨劇の記憶を物語る。奇跡の生還、そこで繰り広げられた惨劇の記憶、それぞれのドラマがそこにはあった。沈没時大爆発とともに大きく裂けた船体から散乱した遺留品の数々、東シナ海の海底には今でもあの大惨事の瞬間が乗組員たちの思いとともに封印されたまま残っている。探査チームは瓦礫の山の中に思いがけないものを発見する。茶碗である。そして乗組員が履いていた革靴、海底に散乱する銃や砲弾、その中に埋もれる兵士たちの声なき日常、無数に散らばる遺留品が犠牲者たちの姿となって迫り来る。日の光など全く届かない漆黒の闇の世界から引き上げられた遺留品の数々、元乗組員そして遺族、懐かしい品々を目の前に54年前の4月7日あの日の記憶がよみがえる。なんか本当に亡くなった方の直接体についておったもんですから、余計胸が迫ってきました。遺留品は世紀を超えて物語る。永遠にあの大惨事の記憶を伝え残す平和のモニュメントとして。こうして引き上げられた遺留品は54年前まさにこの場で起こった悲劇の数々を我々に語りかけてくる。しかし悲劇はこの場所だけで起こっていたのではなかった。出る人がもう辛いけど、うちに残る人も辛いです、これがまあ日本の運命、日本の女性の運命でしょうけどね。山口県防府市、終戦から54年、今なお戦争の傷跡を引きずり
一人暮らす女性がいる。工藤静江さん、77歳。彼女は当時27歳だった夫を沖縄特攻で亡くした。やっぱり忘れてはならない人なんです。私には1992年、大和の元乗組員や遺族らによって戦後50年を締めくくる洋上慰霊祭が行われた。その中に亡き夫を偲ぶ静江さんの姿があった。二人が夫婦となったのは開戦の気配が色濃くなってきた1941年秋。当時海軍に籍を置いていた健二さんは体の弱かった静江さんの家を守るため婿養子として野村家に入った。そしてその年の12月8日、太平洋戦争が勃発。当初形勢は日本に傾いていたものの、敗戦が決定的となってきた1945年4月、めったに酒を飲まなかった健二さんがひどく酔って帰宅したという。足元もおぼつかないほど泥酔し倒れ込んでしまう健二さん。そんな彼が突然こう口にした。大和で沖縄へ特攻に行くのが決まった。僕はと答えでこの度沖縄に行って亡くなるけど、お前はもう野村家の養子娘で一人の後がないのじゃから、とにかく早くここ引き上げて帰ってくれ、日本はどうなるかわからんぞと、姉言ったんですよ。この言葉は静江さんの胸に重くのしかかった。結婚して4年、実はこの時静江さんの体に初めて新しい命が芽生えていたのである。一緒に来たようですよ、それ行けるもんなら。誰もそんな気持ちですよ、男の気持ちも女の気持ちも。しかし4月7日運命の日、大和は静江さんの思いも虚しく健二さんの命とともに海底深く沈んでいった。悲しみに暮れる静江さんを救ったのが長男の誕生であった。なんとも、まあこの子をあの人の代わりと思ってね、人生を送ることだけを思うんですよね。亡き夫への思いを息子に託し生きる望みを得た静江さん。しかし突然の不幸が彼女を襲った。このことだったら生きていける。夫の死から立ち直り始めた静江さんの儚い望みもわずか1ヶ月足らずで打ち砕かれてしまう。息子の突然の死、それはふと目を離した隙の不慮の事故であった。これからの人生をこの子と共に歩んでいこう、そう心に決めた矢先のあまりにも辛い出来事だった。20にも30にも重なる、本当頭上から岩が落ちてくるようなですよ、今からどんなにして自分が生きていくのかしらと思って。呉市に住む藤田八重子さんもまた肉親を沖縄特攻で亡くしている。これが兄の名前なんです。4つ違いだった八重子さんの兄藤田譲さんは19歳で大和に上官。沖縄特攻出撃は20歳を迎えたばかりであった。そんな譲さんの戦死の知らせが来たのは大和が沈んで3ヶ月後のこと。兄の通知が来た、白いね、布で来たいうことだけしか覚えてないですね。布、箱をね、包んだ。当時広島郊外に疎開していた家族のもとに届いた戦死の知らせ、それは白い布に包まれた木箱で寄せられた。震える手で木箱を開ける母、その中に入っていたのは藤田譲と書かれた一枚の紙切れだけであった。陸軍の方は
爪とか髪とか言ってね、のあの帰ってきたいって聞きますが、兄はな本当何にもありませんね。とにかく母があのそれを見てね泣いたのを覚えてますけどね。3000もの命とともに沈んでいったヤマト。しかしそこにはその数をはるかに超える悲しみが確かに存在していたのである。一緒に戦っていたんですよね、家庭にあっても、気持ちはずっとだから今も一緒にあるんですよね。亡くなった方はその未来というのを全て閉ざされたわけですよね、あの可能性を永遠に閉ざせて、で私は現実にあのお母さんが帰ってこなかった家庭というのを見てるんです、昼間はそのお母さん陽気に振る舞ってるんです、戦死候補が来た後ですね、で夜不用意に遊びに行ったら、そのお母さんが、仏壇の前で泣いて、私たちの世代は現実に見て育ったんです、そうですね、ですから、この戦死者というのは自分の胸の中を駆け巡るというか、その思いがどうしても抜けないんですよ、それでその戦死者というのは日本だけじゃないです、地球上全域にあるわけですね、ですから自分たちのことだけを悲劇として語らずに、世界中の戦火に倒れた人たちへの思い、残された人たちの思いというのを伝える義務があると、みっともないですが涙が出ます。それが宇宙戦艦ヤマトにも結びついてるということですね、はい、今のお気持ちが、はい、それでそのつもりでこれから自分の全作品ですね、それを貫いていきたいと。たった50年ちょっとしか経ってないんですよね、でうちの両親は戦後の生まれだし、もしあと10年5年早く生まれていれば、ここに乗ってたかもしれない、そしたら私はいなかったかもしれない、そんな身近なことなのになんか今まで知らなかったっていう私がいて、もっと、同じ世代の人に伝えていかなきゃいけないな、忘れてたらいけないなっていうのを今日感じました、最後に出撃するときにね、はい、あのみんなやっぱりあの死の決心をしていくわけですよね、要するに艦内でもうすごい議論が続くわけですよ、それでその自分たちの死ぬ意味とか生きる意味とかをガンガン議論し合うんですね、そういう人たちの部屋の室長がいるんですけれども、その言葉があるんですね、でこれとてもいいあれで、あのぜひあの言いたいと思って実はこの本を持ってきたのはその理由なんですけれども、戦艦大和の最後という本ですね。そうです、はい、進歩のないものは決して勝たない、負けて目覚めることが最上の道だ、日本は進歩ということを軽んじすぎた、私的な潔癖や特技にこだわって真の進歩を忘れてきた、破れて目覚める、それ以外にどうして日本が救われるか、今目覚めずして、いつ救われるか、俺たちはその先駆けになるのだ、日本の新生に先駆けて散る、まさに本望じゃないか。だからあのこれはその職業軍人じゃない人たちがその自分たちの意味付けをそこに求めたんです。でその本当にそうやってあの亡くなった時はそれはその自分たちはその日本の新生のための先駆けだと思って死んだわけですね。でその人たちのその気持ちと今の我々日本の今の状態を比べて、本当にその言葉を生かしたかどうかっていうのをね、そうですねみんな今考えしてあるわけですね、そうですね、今の時代にまさにその一石を投じる言葉ですね、あの一部はね、太平洋戦争で撃沈され沈んだままの船は大和をはじめといたしまして約3000隻ございます。おそらく30万人を超える方々が海底に眠っているはずであります。
そうした、まあ、同胞よ安らかにという思いも込めまして、今日放送陣といたしまして、やがて来る21世紀へ、まあ、戦争の悲惨さ、平和の大切さというものを語り継いでいかなければならないのではないかということで、この番組プロジェクトとして組まれたわけでございます。私たちが生きる平和な時代は、本当にその礎の上に築かれ成り立っているということを忘れてはいけないと思います。3000もの命を飲み込んだ東シナ海の海、あの日と同じ低い雲、54年前の記憶がよみがえる。鎮魂、その思いを胸に遍路この海を訪れた3人の戦艦大和関係者、戦友たちとも最後の別れを告げる時が来た。もうここに、長い間をおらせていただくのは本当に辛いです。だって皆さんがこの下で休んで見えるんですから。それはね、あの友達だから一緒におるということも一つのあれだけれども、実際は胸いっぱいです。私の潜水は今回のこの潜水で最後になりますが、あまりにも言葉にならないさまざまな問いかけを戦艦大和が私たちにしているような気がしてなりません。54年の時の流れが当時のハイテク技術と、そして私たちが今乗っているこの潜水艇ジムとジュールズ、1999年の最新鋭の科学技術とが今接しているわけですが、あまりにも違いすぎる、あまりにも戦艦大和は物悲しすぎる、そう思えてなりません。20世紀、この戦争と平和の時代に登場し、乗組員とともにわずか4年に満たない命を散らした戦艦大和。今伝説の戦艦は遥か東シナ海の海底深く眠っている。かつて世界最大の偉業を誇ったその巨体も、今は腐食した壮大な鉄の塊と化している。だが大和はその役割を全て終えたわけではない。それは戦争の悲惨さと平和の尊さを訴え続ける海のモニュメント、350メートルの海底から次の世代へと、そのメッセージを我々に送り続けているのである。そしてその存在はこれからも私たちの胸に深く刻み込まれることだろう。決して沈ませてはならない平和の不沈艦として。